麻雀すりやろチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。本日は M ラボ第4回目の放送でございます。はい、私メイン MC を務めさせていただきます、日本プロ麻雀協会ジャン王のキムデヒョンです。よろしくお願いします。そして、本日こちらの方にお越しいただきました。皆さんこんにちは、最高位戦日本プロ麻雀協会所属、セガサミフェニックスの近藤誠一です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、ついに来ましたよ。ついに。いやもうね、なんと呼びしたらいいんですか。最高位、最強位、M リーガー、気持ちいいですね、いろいろ ね、あとね、もう最近、温泉っていうのもありますけどね。そうなんですよ。いや今日のやつも温泉マークね、はい、あちこちに入ってるでしょ、はい、いやもうそれはね、誠一さんといえば温泉なっちゃいましたよ。そうですか、なっちゃいましたね。あれ嫌ですか。いや嫌じゃないです、あの自分で見てもちょっとほっこりする感じで、はい、いい感じです。ありがとうございます。今日はね、もう温泉トークとかもね、飛び出したらいいかななんて思ってる。温泉トークするんですか。その辺はね、視聴者の方がどういうコメントとかに質問いただけるかにもよるんですけど、まあ一応ね、この番組は M リーガーの方毎回ゲストお越しいただいて、M リーガーの方の麻雀の研究勉強で、あの初心者の方に向けた用語解説とかもね、あのいろいろ勉強のためのラボラトリーということで勉強なんですね。そうですよ、今日はもういっぱい勉強させてください。もう私が違います。誠一さんに教えていただくというね。そんなね、はい、あの教えするようなものはありません。いや、分かった、温泉の入り方、そこあのちゃんと掛け湯してから入りましょうとか、そういうやつです。あ、それもちょっと聞きたいけど1時間という枠なんでどこまでできるかね。はい、まあで M リーガーということで、まあ、はい、本場所の M リーグの方もちょっとね、はい、感触どうなんですかね。そうですね、あの、ちょっと厳しい状況ではありますけどね、はい、まあ、ただ今年に入ってから魚谷も茅森も1回ずつトップを取っているんで、まあギリギリなんか持ちこたえてる感じですかね。確かに、あとは近藤ですか。いやもうここのとこね、ほんとちょっと弱ってて、確かずっと稼ぎ頭でしたけど、気がついたらあっという間にもう、まあ、マイナスですよ、個人もね。直近の 3,4 回がなかなか厳しい、うん、ここ5回ですね、はあはあ、5回の着が 4,4,4,3,3 なんです、はい、厳しい。厳しい、うん、そんなことあるんですね、誠一さん。いやありますよ。いやそれありますよね。いやもうびっくりですよね、うん、僕の目の前ではもう強いとこしかもう見せてくれないんですけど。いやいやいや、キムさんこそ。いやいやいや、ね、僕なんか、僕も誠一さんいないとこではちょこちょこ勝たせていただいてるんですけど、いないとこで誠一さんと一緒にやるともう常に僕の一歩を、うん、そんなことないでしょ。いやもう勉強させていただきたいと思って、ね、今でこそだってね、はい、最高で最強とか言ってますけど、はい、そうですね、去年はだって、ね、1年前までは僕がそれ最強のジャン王じゃないですか。そう名乗ってたんですけど、ね、しかもジャン王連覇してるじゃないですか。そうなんです、ね、奪われてちょっと奪った。今年でもいろいろとまたあの戦わせていただく、うん、そうですね、機会はねやっぱたくさんあるでしょうからね、はい、うん、そのためにここでね、あの下手に手の内見せないようにあららら、そこはちょっと別でお願いしたいなと思いますけども、うん、はい、はい、じゃあ早速今日はね、あのコメントもいろいろと拾いながらやっていきたいと思ってまして、はい、ちょっとコメントも出すようにしておきます。ですね、フレッシュとニコ生と両方出して、両方ね、そうなんですよ、はい、早速目がついていくかな。こうだな、こう竜王戦の話してとか入ってますけど、お竜王戦の、誠一さんまだ僕いやいや、私はもうトーナメント 4回戦から出て1回勝って5回戦でサクッと負けたんで、お疲れ様でした。あ、すいません、お疲れ様でした。いやでもね、もう一歩だったんでしょ。もう一回勝つと誠一さんと同じステージで、ね、3回戦勝負でね、2回終わった時点ではだって宅内で1位だったんでしょ。あれはね、あ違う、3回戦目の道中で宅内1位まで行ったんですけ ど、うん、はい、ダメでしたね、うん、今ねその竜王戦は5回戦まで終わってて、うんうん、いややっぱ注目はね、はい、うちの清ですわ、清新津清、新津清、はい、勝ち上がってるんですよ。お最近ね、はい、やたら強い。いやなんか決勝ちょこちょこ出てますよね、うんうん、今月末にはあるやつかな、はい、最高位戦がやってるあのプロアマっていうのがあるんですけど、はいはいはい、あれも決勝残ってるんですよ、何考えてんでしょうね。すごいね。そんなに出てるわけじゃないと思うんですけど、そうそう、そんなに出てないのに、だから出たやつ大体勝ってる感じですよ ね、いやすごいですね、ね、ここに来て、そう60過ぎて、はあ、ね、60過ぎて、じゃあ誠一さんもまだまだあとまだまだね、はい、10年ぐらいはね、10年ぐらいはもうね、受けますね、うん、
はい、じゃあそんな感じで、じゃあね、オープニングトークも終わりまして、最初のまず第1のコーナー行きたいと思います。第1のコーナーは M リーグをもっと楽しく見るために、136の麻雀用語解説コーナーですよ。よっ、麻雀用語、麻雀用語をね、あの、M リーガーの方にいろいろ説明していただきたいなと、はい、思っておりまして、画面の方も間もなく出るんですけれども、はい、あ、ね、こちらですね、はい、スリアロースタジオ、に用意していただきました136個の麻雀用語ですね。放送とか見てるとね、よく解説とか選手が発言するんですけど、多分初心者の方とか、ね、最近覚えたっていう方は知らない用語たくさんあると思うんで、それ一つずつね、番組ごとに、まあ、10分ほどでですね、いけるだけ解説させていただきたいなと。はい、なので、まあ、視聴者の方コメントいただけると、これこの用語について教えてよっていうのをね、いただけるとね、誠一さんに解説していただきますんで、もうじゃん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 、これお願いみたいな、これ知りたいっていうの、ね、うん、はい、皆さんどういうのがいいんでしょうね。ねえ、で結構過去3回もね、どんどん、うん、あ、これ教えてこれ教えてっていうのがどんどん出てきて、うん、じゃあコメントも、後輩戦打、死にメンツ、いろいろ、手腹、迷彩、あれば、いろいろ出てきましたね。これ全部ここに載ってるやつですかね。多分ここに載ってます、今のところ。載ってないのも入ってたりして。あるかもしれないです。出馬祭、くっつき天敗、シーパイ。出馬祭とかあります？出馬祭あります。ありましたね。ありますね。出馬祭っていうのは、はいはい、まあ、例えばオーラスなんかでね、はいはい、誰か逆転したい時、はいはい、うん、ただ2戦4戦積もって逆転とかだと、はい、まあ、ある意味簡単ですけど、はい、2戦4戦では届かない、例えば1万200点差だったとしますよね。1万200点差、うん、はいはい、で相手が子供だと、まあ、2戦4戦積もで、はい、1万点縮まるだけなので、はいはい、逆転できないんですよね、はいはい、でもその時にもし出上がりで5200点の手だった場合は、その人が切ってくれた範囲でローン上がりをすると、その人から直接5200点取れるので、なるほど、その際1万400点で逆転できると、はいはいはい、まあ、こういうの出馬祭ですかね。なるほど、この1万200点差の状況で合人を相手から直撃することを出馬祭という、そうですね、うん、何かの略語なんですかね。出場所最高じゃないですか。出場所最高ですよね。はい、ですよね。そうです、うん、そのはずです。私もそう聞いたことがあります。出場所が最高だったと、うん。あとはね、ちょっとゲスな話をしてしまうとね、はいはいはい、まあ、こいつ嫌いだからこいつ上がっとけ、あ、出場所みたいなね。まあ、そういうのも、仲間内でね、友達とやるときは言ったりしますよね。元一曲から出馬祭だよとか言ったりしてね、そうそうそう、どんな出馬祭だよみたいなね、嫌いなやつから上がることを出馬祭と言ったり、はい、いいですね、うん、競技麻雀特に言いますよね。なのでね、もう、うん、着順の条件とかがあるときは ね、例えばだから次ね、どこかの試合でキムさんと対戦したときに、トーン1曲でキムさんから8000点上がったら出馬祭、おかしいでしょ、ちょっとおかしいかな、なんか恨まれたかなそれは言われないようにちょっとね、します。はい、じゃあ続いての用語いきましょうか、うん、あとなんだろうな、まあ、どんどんコメントいただいてますね。飲み手、飲み手も確かありますよ。飲み手っていうのは、はいはい、まあ、役が一つっていうのが一般的な使われ方ですよね。単用のみとかね、はいはい、インフのみとか、はいはい、それ以外に複合してない場合ですよね、はいはい、あとはドラっていうのは、はい、厳密には役とは違うんですけれども、はいはいはい、ドラがあると点数が高くなっているので、はい、ドラもない、ドラもない、ドラもないのが、まあ、飲み手っていうんでしょうね、はいはいはい、なるほど、1000点とか1300点、うん、そうですね、はい、親だと1500点とかね、はいはい、それが飲み手と言います、はい、はい、ありがとうございます。どんどん行きましょう、うん、どん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 、さあコメントいただいてますかね、うん、誠一さんの気になるやつ、近藤さんはビール飲みって言ってます、うん、当たってますね、それね、うん、卵焼きもありますよ、うん、はい、卵焼き卵焼きねさあどうでしょう、コメント、うん、うん、
じゃあ脂っこいとかいろいろいただいてますね。脂っこいなんてありますか。脂っこい入れました。キムスさんは若干脂っぽい。それで麻雀用語じゃないっすね。もうすでに10分にして、はい、そもそもだって脂っこい自体が、はい、あのもともと麻雀用語じゃないでしょこれ。まあ確かに普通に、ね、普通に言いますね。あの日常会話で使う言葉を麻雀に当てはめる、はい、感じですよね。麻雀ではどういう場面で言うんですか、ね、麻雀では、はい、あの結構な危険牌に対して使うことが多いでしょうね。はいはいはい、うん、この辺脂っこくて怖いなとかね。はい、うん、危険牌に対して脂っこい牌だなと、うん、まあ、相手に対して切りづらい牌っていうことですよね、はいはいはい、危険度が高いとかね、そんな感じですかね。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃんじゃん行きましょう。じゃんじゃん。あとじゃあどこ行くかな。はい。のべたん。おお、のべたん。のべたん。これも俗称ですよね。そうですね。正式な用語ではないですね。うんうん、はい。のべたん。のべたんって何でしょうね。の伸びた短期。ああ由来そんな気がしますね、うん、そんなイメージですよね、うんうん、確かに、うん、だから麻雀の転敗した時の町ってね、うん、はい、あの両面町とかカンチャン町とかペ、はい、ンチャン町とか、はい、それから短期町とか、はい、ね、いろいろありますけれども、はい、その中の短期町っていうのが、はい、まあ、チートイツなんかは必ず短期町になりますね、はいはいはい、それからメンツテでも短期待ちになることがありますけど、うん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 、要するに最後の頭を、うん、あの1枚で待ってる状態、ね、はいはい、中にはあの、うん、4つポンとかチーとかしてね、最後裸短期になってるようなケースも、裸短期っていうのもあります。裸短期もありますね。これも説明しだすとちょっと話がややこしくなります。あ、確かに確かに、うん、でまあこの短期待ちに延べ体に戻りますけど、はいはいはい、あの単純な春短期の待ちとか、はいはい、単純な、ウーピン短期の待ちは、はい、まあ、あの単に短期待ちっていうんですけど、はい、それが、例えば5678ってつながってる時に、ウーピン待ちとバーピン待ちの、まあ、ある意味両面みたいですけど、はいはいはい、あの普通の両面とはちょっと違いますよねこれね、はいはい、あの普通のバーピン待ちなら6、7と持っていて、うん、その、両脇のウーピンとバーピンで上がりっていう形ですけど、うんうんうん、これはもうすでに自分が両方持っている、うんうん、つまり、例えばウーピンで上がれば、うん、ウーピンが頭になって、うん、6、7、8のメンツとで、上がりと、そういう形ですよね、はい、で対して逆にパーピンの方でも、うん、上がれる、うん、パーピンが頭になっても上がれるっていうことで、はい、短期待ちなのに、2種類待ちがある、まあ、こういうケースが、まあ、延べたんですよね、うん、はい、そうですね、もっと伸びるとこれが2、3、4とかついてくると、あ、こうなるとすごいか、ね、うん、3面待ちの延べたんなんかもあると、ほうほうほう、こんな感じですね。確かにありますね、うん、これがリアン・ウーパーのそれぞれ短期待ちになっている3面待ち、うんうん、そうなんですよね、だからいわゆる2面待ちとは、まあ、区別されているものっていうことですかね、うんうんうん、なるほど、うん、はい、ありがとうございます。延べたんでした、うん、さあどんどんいきますよ、まだまだ時間はありますんで、じゃあ、はい、一発消し、一発消し、おお、まあ、最近のルールはね、あの リーチっていう役がね、はい、あの流行ってますから、はい、でリーチをかけると、はい、一巡以内に上がると一発っていう役が増える、はい、いいからね、はい、それを、避けるために、はい、ポンとかチーとか、つまり一巡以内にポンとかチーとかがあると、一発がなくなるんですよね、はいはい、あと缶なんかがあっても一発がなくなります、はい、相手の点数上がり点を低くするために、ポンとかチーとかをして、はい、その一発をなくすっていうことですね、はい、これは一発消しですね。なるほど、これやっぱりする選手は多いんですかね、うん、どうでしょうね、昔に比べたら少し増えた感じはしますけど、最近はまた新たにちょっとね、いろんな考え方も出てきて、うんうんうん、あの結局一発を消すことによって、うん、自分もそこで面前を放棄しなきゃいけないとかね、うん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 、その時点で自分はもうリーチかけられなくなってますからね、うんうんうん、自分の打点が下がって、そういうデメリットもあるので、はい、そうですね、そことの兼ね合いをよく考えるのがね、うん、すごく大事だったり、はいはい、で一発を消したはいいけれども、例えばチーしたら、はい、あのツモの順番がもう一人余分に回りますよね、はい、あ、そうですね、だから本来その人まで上がりがいかなかったやつが、はいはいはい、
降って湧いたように配定が回ってきて、はい、積もりましたみたいなですね、ありますよね。ありますね。そういうのもいろいろ兼ね合い考えながらやらなきゃいけないので、うん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 、結構難しい選択は多いですよね、うんうん、安易にねするんじゃなくて、うん、そうそう、デメリットもちゃんと考えた上でやるならやったらいい、うん、ですよね、うんうん、何でもかんでもね一発消せばいいかっていうと、うんうん、まあ、実はそんなこともないっていう感じですよね。誠一さんはよくやります？一発あんまやんないです、ね、ですよ、ね、あんまやらないです、うん、結構 M リーガーの方は皆さんしないですよね、うん、一発消し少なめですかね、うんうん、まあ一発が出る確率がそもそもそんなにないし、うん、意外とね、うん、少ない、うん、ほぼ出ないし、まあデメリットもあるからと。で特にあの打ち筋の影響も出ますね。自分の場合なんかは、はい、あの基本的に、うん、後継で打点も準備する分、うんうん、あの周りの人よりちょっと進行が遅めなんですよね、うん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 、だから先にリーチをかけられることの方が多くて、うん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 、むしろそれが日常で、そのリーチを受けてそこへ追っかけていくのが自分のスタイルなので、はいはいはいね、はい、そこで一発消しをしてると、はいはい、追っかけられなくなっちゃうんだ一発消してる場合じゃないね、なるほど、そういう話ですね、これね。リーチ受けてからの追っかけまでが自分の、うん、追っかけまでが、はい、そうそうそう、自分の普段のフォームだ、うん、ね、はい、ありがとうございます、はい、はい、まだいきます？まだ大丈夫です ね、あと2つ3つはいけるかな。2ついきますか。なんかあれですね、皆さんあの、はい、説明とか会話に対するコメントたくさんもらえるんですけど、そうです、こっからどれが聞きたいっていうのはあんまりないっていう、ね、そう、じゃあ皆さんこっからですはい、聞きたいやつ、うん、結構確かさっきの あの脂っこいでもあったように、はい、別に普段でも使うじゃんっていう言葉もね、ちょこちょこあるんですよね、うんうん、そうですね、うん、で逆に言うと、うん、麻雀用語がから始まって、うん、今みんなが普通に使ってるっていうのもあるんですよね。ありますよね。ねえ、どうでしょうね。リーチとか。あ、リーチもですよね。ね、日常会話でもね、うん、ありますよね、時々、うん。ビンゴとかでもね、リーチって言ったりしますけど。うん、あ、そうですね、はい、うん。パチンコとかでもね。あ、そうですね。うんうん、あれなんか元は日本で麻雀ブームの時にみんながリーチリーチって言ってたら、うん、ビンゴとかパチンコでもリーチって言うようになったというのは僕も聞いたことありますね、うん、はい、あ、結構コメントいただいてますね、うん、腰回し打ち完全インシャンテンテンパネ、うん、後輩センダーいろいろありますね。早いリーチはいい数層とかねこれは最近言わなくなったような気がしますけど、言わなくなりましたね、はい、手なり飛びすんとかありました。飛び寸もしかしたら入れたかもしれない。飛び寸ありますね。飛びラスもありますよ。ありますね。その辺いきます、うん、飛びラス、飛び寸、もともとルールによって違いますけど、はい、まあ一般的には2万5000点持ってね、ゲームが始まる、はい、あの、はい、メムリーグなんかでもそうですよね、はい、2万5000点持って始めるんですけど、はい、そこから展望を払って払ってどんどん払って、はい、0点になってしまった、はいはい、そうすると自分の点箱の中に点数がない、はいはい、それをまあ飛びって言いますよね、はいはいはい、で飛び寸っていうのは要するに、その寸前っていうことですよね、はいはい、うん、もうちょっとで飛んでしまう、うんうんうん、飛び寸みたいなそんな感じでしょうかね、はいはい、うん、飛び寸前、うん、はい、もしくは飛びのラスト、うんうん、はい、そうそう、飛びだから飛びラスっていうのは、最後、終わ1試合終わった時に、はい、飛んでしまって、つまり0点以下になってしまって、うん、終わった場合に、うん、終わって、でしかもその4着だった場合ですね、はいはい、飛び出すっていうかね、はいはい、3着で飛んでる場合もありますね。3着も飛びもありますね。なかなか悲しいものがありますけどね。悲しいけどありますね。4着の人はどこまで行ったんだっていう話なんですけど、はい、うん、飛んでラスになった場合に飛び出す、はいはいね、飛び寸っていうのはまあその寸前でとどまってる状態ですね、はいはい、なるほど。飛びっていうのが派生して飛び出す飛び寸になったり、うん、まあ、そうですね、飛びっていうことは0点より下に行くと、うんうん、そこからさらに、うん、派生というか、付随してくるのがいわゆる久飛棒とか、ね、ああ久飛棒ありますね、うん、M リーグなんかでもね、はい、黒い展望が入っていて、はい、本来2万5000点持って始めるんですけど、はいはい、それ以下になってしまった場合に、はいはい、便宜上その黒い展望を使って支払うとちゃんと点数表示にもマイナスが表示されるっていうね、はいはい、まあ、便利な機能というかありますね。それが久飛棒です久飛棒の説明しちゃってみよう、ね、
あれもキャラ作りでいいですよ ね、うん、でもあの久渡プロっていうのはね、はい、あの本当にあの、はい、ね、まあ守備もすごいんですけど、はいはいはい、やっぱりあの攻める時 の、 あの踏み込み具合がすごいんで、あの勝つ時にものすごい大きく勝つんですけど、そうですね、あの負ける時もね結構大きく負けるんですよね、はいはい、それで、はい、それで黒い展望を支払う機会も、はい、他の人に比べるとちょっと多めなので、それでまあね、はい、久渡棒って言われて、ね、豪快なんですよね、うんうん、石橋棒も、ね、石橋さんも、石橋棒ね、石橋さん豪快でしたっけ、あんまり豪快じゃないたまに酷使振り込むっていう、ね、それでね、それがね、それでね、うん、まあ、豪快といえば豪快、確かに、はい、ありがとうございます、うん、じゃああと最後1個だけいきましょうか、最後1個だけ、はい、はい、ラスト、ね、ラスト1です、うーん、ね、これずっと聞いてたいんですけどね、もう、うん、用語に対して、うん、ラスト1ってなると選びづらいかもしれないですけど、ね、うん、コメントもねちょっとしづらくなるんですけど、あと1個ですよって言ったら、うん、え、俺のでいいのかなってなって、あんまりねちょっとあの込み入ったところには踏み、はい、込みたくないですね、おー裸短期とかなるべくねこうあっさり系のところでこう、はいはいはい、ね、いっておいた方がいいかなっていう気はしますけど、かわしてとか、ああかわして、ね、かわしてね、はいはいはい、かわして言いますね、本土誠一とかはあんまりやらないやつですね、うん、確かに、うん、最近の人でM リーグでかわしてをよくやるといえば、まあ魚谷なんかはね、あのやるとですかね、あー確かに、ね、はいはい、同じチームですけど、あとはどうでしょうね、誰だろう、うん、園田健、園健さん、はい、やりますね、石橋とか、はいはいはい、はい、あと小馬郷とか、そうですね、うん、みんなね、あの高いでも作るんですけど、はい、逆に、この手は高くは仕上がらないっていう見極めをした時に、はい、うんうん、その相手の高い手を、まあ潰しに行くというか成就させないように、うん、相手が上がる前に自分がさっと、うんうん、はい、自分は安くてもいいから、はい、その手を相手の手を上がらせないためにさっと上がってその曲を終わりにするっていうのが、はいはい、まあ、はいはい、いわゆるかわしてですかね、はいはい、だから基本的には打点が低い、うんうん、ね、自分も打点があればねそれかわしてって言わないですよね本手ですね、本手です、本手が早くできたっていう、ね、そうそうそう、そういうことですよね、うんうん、でもこのねかわしてもね結構難しいんですよね、うん、あの自分が要するに打点が低いんで、はい、相手が例えばリーチに来られた場合とかね、はい、本手だったりすると、はい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 、もう分が悪いじゃないですか、そうですね、自分打点ないからめくり合いになると、そうそう、それはね、もう逃げ出したくなりますね、うん、やってられないですよね、やってられないです、だから自分なんかはそれを避けるためにあんまりかわしてやらない、はい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 、めくり合いまで行くともう不利だと、そうですよね、だからリーチとか打たれる前に上がりたいんですね、うん、これを仕掛けて、うんうん、あとはだからその、うん、後からリーチをかけられた場合に、うん、ちゃんと折り切れるかどうかっていう見極めも ね、 そうですね、自分の手格好によっては、はい、例えば分かりやすいのは、うん、自敗のあんこがあったりするとね、うんうん、そこで降りていけば、まあ、あ振り込みは避けられるっていう、はいはいはい、ね、だけど、うん、それもないようなかわし手だと、うんうん、例えば、この人のリーチにはこの辺のブロックが安全そうだからとか、はいはいはい、この人にはこの辺のブロックが安全そうだからっていうのがあるときは、うん、まあまあ安心感がありますけ ど、 なるほ ど、 なるほど、何にもないとちょっとやってられないってなりますよ ね、 なるほどね、だおそらくそういうのが得意な人たちは常にそういうことを考えてやってると、はいはい、確かに結構泣くけど降りますよね、うんうん、そうそう、振り込まないでしょ、うん、振り込まないですね、 その辺がやっぱり精度が高いから、うん、確かに確かに、まあ、ある意味あの近藤誠一はちょっとその辺はサボってるかもしれないそんなことないです、そんなことないですまあね、そんなにたくさんね、いろんなこといっぺんに考えるっていうのも大変なんで、はい、確かに、ね、近藤誠一はどっちかっていうとそういう時も、はい、どうやったら自分の手もうちょっと高くできるかな、はいはい、あそんなことばっかりか、こちらですね、あ皆さんご存知のそうそうです、はい、もう大きく打つと、はい、そうですね、はい、これが大事ですと、うん、はい、じゃあそんな感じで、はい、はい、用語説明のコーナーは以上になります、うん、続いてのコーナーは、先週のスーパープレイとなっております、うん、はい、ですね、こちらは先週1週間の M リーグの放送の中で、あの私が見ていてこれはすげえなと思った局面を数曲ピックアップして、うん、実際の M リーガーの方にあの、ね、解説というか教えていただける、うん、教えていただければなと思って、はい、M リーグはね本当にあの、はい、スーパープレーいっぱいありますよね。そうなんですよ、いやすごいですよ、ぐらい、ね、よくこんなにねあるなっていう感じしますけど、ね、いや本当にね、あの今日もびっくり、これはすげえなっていうのを用意しておりますので、うん、はい、じゃあ今日全部でちょっと7曲あって、うん、いつもより多めなんで、
少し1曲あたりは短くなるかもしれないんですけれども、はい、じゃあまず早速、ちょっと待ってくださいね、準備をしますね。今日それでそのスーパープレイとか言って、はい、近藤誠一の曲を集めてくれてるんですよね。もちろんですよ。なかなか大変だったんじゃないですか。ね、他の人結構いっぱいスーパープレイあったと思いますけど、確かに近藤誠一ねが最近結構弱ってますからね。先週は誠一さん二半ちゃんで番があって、三茶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 でね、まあ、正直苦しい曲も、苦しい、はい、多かったです。ですが、まあなんとか、用意してますんで、うん、どの曲ですかね。ですね、まずこちらは、うん、1月15日の火曜日の1試合目ですね、はい、トンの1曲で、うん、園田さんがちょっと連チャンをした、はい、分かったぞ。園田さん連チャン中326持ち、誠一さんは 23,500 点というね、うん、こちらですね、うん、はい、まあまだ始まったばっかりで、うん、園田さんのリードも少しありますけどね、うん、まだまだどうなるかわからないといったところで、しばらく手なりですかね、うん、この手配だと、うん、まあ一応ね一通は念頭に置いて、うんうん、で、まあ、欲を言えば本一まで見たいですけど、はい、まあ、位相の統一もあるんでちょっと厳しいかなっていうところですよね。トンは当然中ない、はいはい、2枚目出たら悩みません？はい、覚悟を持って本一に行き切ろうと思った時は泣きますけど、あ、トン一通とかはやってない感じですかね。ですよね、はい、うん、現状だとおそらくトン2枚スルーして、うん、まあ1通リーチ1通とか、そうですね、うん、マンズがね、うん、現状関羽眼ですけど、うん、まあ、両面にもなりやすいですしね、うん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 、ここで一面ずできれば、はい、まあ、1通にはまあこと足りるというか、はい、それで面前で進めていく感じですね。なるほど、うん、とりあえずその予定なので、うん、まあローピンもね、そうそう、ローピンはね、だからまあこの時点でまあほぼ本一に行く気はまあほぼないっていうことですね。はいはいはい、うん、なるほど。さあそうすると親のリーチ早いんだこれが、赤うピン切り、ね、うん、ちょっとどうしましょう、とりあえずツモを見て相談、うん、まあ、せめてね、はい、せめての救いはローピンをね、うん、前順に打ってあったこと、はいはい、うん、まあ、赤うピン切りとは言うものの、はいはい、やっぱり1スピン6ピンちょっと怖いんで、はいはいはい、そこはねやっぱり先に切ってあったんで、確かにもうちょっと戦えるかなと。あと位相現物なんでね、うんうん、で今リアンソー引きましたから、はい、まあ、一旦現物の位相切ってペン三層の状態、はいはい、ね、埋まったらどこか勝負で、ここで右相も通ったんで、うん、おっとリアンソーも通りますかっていう気分ですよね。確かに安全に進行していけそうですね。うん、ね、でまあ3万を引いて両面ができました。うん、ローマンがどうなるかと思ったら統一になったんで、なんかツモが、そうそう、なんか助けてくれるように、ね、ウーソーが通って両層切れるようになったり、うん、ローアンがジャントになったり、そうそう、うまいことね。あとは問題は、はい、トンとローアンとね、現状これ今スーピン引いて、はい、もはやもう一通じゃないですか。一通ですね、ね、これは、うん、でスーピンも通ったんで E ピンから切っとく手もなくはないですけど、あ、でも一通崩れちゃいます、うん、そう、一通崩れて、うん、まあ、うまくいってもトンでしょ。そうです ね、それよりはやっぱり管理ヤンピンの一通で、ヤン、うんうん、ピンもまあまあ別に悪くもないんで、でここでやっぱりローアンかトンかね、どっちか勝負して残った方がターンっていう風にしたいわけですよね、はい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 、そうなると、まあ、うん、もう、いやでもこれ怖かったですよ。だって相手ダブトンですからね。ダブトン親リーチじゃないですか。そうなんですよ。このトンで補充するともう、ね、致命的、致命的ですけど、うん、だけどやっぱりね、サブローはもう6球はもう、はい、どっちも怖い。まあパワーは30目なんでね、はい、6球はの方がまだマシかもしれないけど、うん、まあ、サブローはなんか普通にある街だし、うん、そうですね、それよりはもうここはね、うん、トンで当たった方が、はい、ロンって言われた場合の失点は大きいけども、はい、当たる確率としてはね、うん、やっぱちょっと低めかなっていうふうに考える、ね、これ結構視聴者の方もね、悩むところだと思うんですよ、うん、親リーチに対してダブトンを切るのか、うん、普通のね数杯をね、うん、切るのか、まあ、こういう時やっぱ補充率が低い方の方がトータルでいいかなと、うん、いいかなっていう感じはしますよね。ローアンはね、普通にサブローアンもローキューアンもね、うん、そうそう、無筋なんで、うん、はい、で特にこの M リーグのルールはね、うん、裏ドラもあれば赤もあれば、うん、ね、打点が上がりやすいんで、うんうん、ローアンで打ってもそこそこ打点が高かったりするんですよね、うんうんうん、それを考えればまあ、うんうん、トンで打ってもね、うん、そんなに、うんうん、
あの打点的にはね変わらないかもしれないし、なるほどなるほど、当たり率はやっぱりトンの方が低いだろう、うん、なるほど、ね、ローワンだとやっぱピンフとかタイヤが絡む時もね、はいはいはい、よくあるんで、ねね、むしろそっちの方が高いかもしれない、ね、高いかもしれないですね。なるほど、はい、ではトンを落としていって、うん、落としましたよ。さあこれね、僕ね、うん、このチーピン切りとか結構すごいなと思って、はいはい、まさにもう、はい、これですよね。だから、はい、いいピン切って面ピンとかやってないんですよ。うちのお店はすごい、そういう商品置いてないんで、はいはいはい、いやもう一通だと、うん、はい、っていうのをこれ僕見てて、うん、あ、もう一通なんだなと思って、うん、そうそう、一通が仕上がらなくて勝負する気がないっていうことですよね、はい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 、なるほど。いやー大きく打ってるなと思ってたらね、うん、ちょっと三走掴んで、三走ちょっと待ってくれよと、嫌なんですけど、ね、やだよやだよ、これはやだよ、連敗したらね、まあ、なんなら渋々勝負するぐらいの感じですよ、ね、はいはい、と思ってたら、と思ってたらもう一人おった。これね、あんたドラだよ、しかもそれねえ、タッキー上茶さん、これ相当いい手ですよ ね、うん、親のリーチにドラ切って3打目に追っかけですから ね、うん、ね、相当やばいやつじゃないですか、ね、これもう無筋引いたらもう無理ですよね、うん、無理です無理です、もう3層も打てないし、うんうん、掴んだ無筋も打てないとなるともうベタ折り、うん、で3層をね、まあタッキーはこれドラの数層切ってるんで、はい、若干通りやすいかもしれませんけど、うん、でもね、うん、ドラの数層2枚で445の状態で引っ張って引っ張って最後の最後に、はいはい、ドラ勝負してサブロッソで待ってることも普通にありますからね、普通にあります、あります、もうね、もうこんな追っかけリーチが来るんなら、はい、どっかでちょろっと三走勝負しとけばよかったのかなとか思いながらはい、うん、ちょっともうこれはいくらなんでも撤退だろうと思った瞬間に、あんた今来るんかいっていうね。あんた今この時の心境はやっぱ戸惑いなんですね。戸惑いと戸惑いっていう、もうね、試練ですよね、うん、まあ怖いですよ三層、うん、この状況をねどう捉えるべきなのか、はい、ね、どっちに対しても無筋、うん、そうで一応これ降りようと思えば降りれるんですよね、うん、全然降りれますね、残り順から言ってもね、はい、うん、パーピンキューピン普通に切っていけるし、はい、ね、ピンズで降りれますね、ね、はい、通ってるし、うん、まあ、かといって念願の一通が仕上がって、ね、両ピンを先に引いた嬉しさもありますよね。リャンワンはねちょっと薄めは薄めなんですけどね、はい、リャンワン2枚見せられてて、はいはい、ほんでまあね、剣はパーマン30面に切ってるし、そのあたりもかん、そうですね、マンチョの中ほどが ね、うん、みんな使ってそうに見えますもん ね、 ね、うん、そういう不安もありつつ、はい、まあそれ以前に三層の恐怖と戦いね、そうですよ ね、 ね、まあリャンウマン引きだったら分かんない、リャンピン引きだとでもやっぱり嬉しくて行くのかな、うん、どうかな、そうですね、ね、いやそうか、リャンウーマンとリャンピンだと、はい、そんなに差がないと思ってたんで、そうなんですね、うん、実はね、そこはね、うん、自分の中ではそんなに差はないですね、それも面白いですね、うんうん、なんかもちろんね、見えてる枚数で言うと、うん、そうそう、パッと見ね、リャン面で、うん、もちろんリャンは2枚見えてるだけなんで、うん、残り6枚と、うん、リャンピンの方はまあ4枚なわけですけども、まあ、状況的にはまあそんなに変わらないのかなっていうぐらいの見方をしてましたけどね。なるほど、はい、うん、まあ決断としては、まあね、はい、行くしかない感じですね、まあ、そうですよね、これ、はい、もう本当にね、はい、清水の舞台から飛び降りるような気持ちでこれがね結果缶も入りましたけど、うもう、ね、怖い怖い、はい、ああ怖いこのね剣チーソーね、はい、つもぎってますけどね、はい、ちょっと間があったんですよ。あ、持って、チーソー持ってきた園田さんは切んなかった普通あ、ツモか切るかだけなんで、そうそうそう、悩んでたんですね。おチーソーあんこかと思って、あちょっと面白かった。見てる人はねもう分かってると思うんですけど、剣、うん、もそういう間があるあったりするんだなって思いましたね、はい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 、これね、うん、園田さんがチーソーを持って、うん、ここですよね、まあ、こっちもね追っかけリーチしてるんで、そもそもそれ分かったところでね、うん、何の足しにもならないんですけど、うん、はい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 、そんなこともあったんですね、うん、多分じゃあこれ皆さんこの同卓者4人は、うん、気がついてますよ、はい、あ、パッソー管してるし、そうそう、パッソー管の後で、うん、安全牌なんですよ、チーソーが、チーソーは絶対に通るんですね、うん、絶対通る 100%、うん、100% のやつなんで、うんうん、
だから、県は、うん、タッキーに追っかけられた時点で、うん、自分の町がやっぱりその部が悪いと思っているから、うん、はい、安閑しなかったということですよね、うんうん、なるほど、うん、面白いですね、うん、こういうのは、あ、じゃあみんなからしたら、あ、親ってなんか町あんま良くないのかな、うん、そうそう、まあ、そこはちょっとバレるんですけどね、うんうんうん、関しなかったってこと、両面とかだとやっぱり関しますね、両面だと関すると思いますよ、そうですよね、うん、やっぱりシャンポンでね、しかもキューピン1枚すでに見えてる状態なんで、結構分は悪いかなっていうふうに思ってたと思います、そうですよね、はい、まあ園田さんのその予想通りといいますかね、うん、当たり牌を掴んで、うん、はい、いやーよかったわ、上がれたわ、これ面ピン一通思うら、ね、めちゃくちゃ気持ちいいですよね、トム一曲から、しかもこれトップ名だった、そのケンさんから直撃なんで、うん、これさっき説明したやつかな、出馬祭確かに当一曲から出馬祭ありました、うんうん、はい、トップ名からの直撃なんで、ね、そうそう、こういうのもね、出馬祭に使える、ね、はい、そうですね、この展望状況開いてたらもう出馬祭って言いますよね、あとね、はい、この間のネット M リーグで、はいはい、あかりんが、はい、一通が大好きって言ってたんで、上がれてよかったわこれ何狙いですか誠一さんはい、ちょっとそのねエピソードなんか、うん、後で質問コーナーとかではちょっと聞きたいなと思うんですけど、はい、気持ちよく羽根マンを上がった誠一さん、うん、トン3曲迎えて、ね、まして朝ピンにね、少しリード、また再度トップ逆転されたんですけど、はい、依然3万1100点持ちで、うん、はい、園田健いつの間にか2200点になってる、ね、そうなんですよ、トンパツで326まで増えてた園田さんが、本当恐ろしい、ね、いや本当恐ろしいですね、麻雀ってトン3にして2200点、ね、さあハイパイ的には厳しいですね、これはね、ちょっと親の現物何残したりして、そう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 、なんならねもうねジャンピンとかパーピンとか切ってもいいぐらいだったんですけど、まあね、ちょっと様子見でペイから来ましたね、はいはいはい、これはね、一応ものすごい積もが良かったらね、うん、そうそう、なんとかなるし、ね、チーソーチーピンとか引いてきたら、うん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 、それはやっぱりね、はい、残しといて良かったになるんで、うん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 、なるほど、うん、まあでも普通の積もだと多分折りに回りそうだなって感じ、ね、うん、そうですね、あとね、うん、正直赤ウアンの力もちょっとあって、うん、あれがなければなんかもうズタズタと、まあ、ピンズって切ってた気がします。なるほどなるほど、うん、赤ありの難しいところですよね、うん、この辺もで、そのね、多少その多少っていうか、まあ想図やってますよっていう圧力をかけながらね、うん、進めた方がっていう考えもありますからね、うんうん、特になん、 なんちゃなんでね、うんうん、親はやっぱりなるべく止めたいし、なるほどなるほど、うん、さあ言ってたらね、いきなりそのケンさんが急走と、いつもの始まった始まっためんどくさいやつがめんどくさいやつがね、しかもね、はい、こっちはね、はい、ケンの神茶なんですよね、ね、俺のつぼは回ってこないのこれ、いやこれね、僕はそのケンさんのこういうね魔法使いというか、まあ、こういうの受けてる他のMリーガーの気持ちが聞きたいなってずっと思ってたんですよ、ちょうどいいやつ出たと思って、 うざいなっていう、いやだからこれね、はい、県の下茶だったら、はい、むしろありがたいですよ、ツモ増えるから、この図で言うと朝ピンの立場ですね、朝、うん、ピン喜んでると思う、多分ツモ番が多く回ってくるんですね、上茶の人が泣くたびに自分のツモがやってくる、うん、なるほど、急走なんかさ、だって朝ピンが切った急走だから、うんうん、はいはい、だってタッキーも俺も一回もツモんないうちに、はい、もう一回回ってくるんだよ朝ピン、なるほど、これですね、今、うん、もうこれ朝ピン1枚、そうそう、急走切ったた直後にまたつまた、うん、またもね、まあ、これ嬉しいやつですね、嬉しいでしょ、はいはい、自分だけ手が進むって、ね、確かに、うん、そしたらまたシャート、また俺のツモはどこへ行くんだ俺にもツモらせてくれ、これか、あ、こうなるとまた朝ピンが積もる、そう、朝ピンが積もる、はあ、ね、そしたらまたポンまたまたこれ悲惨ですね、これここまで俺1回しか積もってないの、本当だ、冗談でしょ、捨て牌に1つしかないですよ、そう、まあ、剣はもう3風呂、本当ですよ、何考えてんだこれ冗談じゃない、朝ピンもすぐ積もば回ってきてるし、ね、これはもう心境的にはやってられない、やってられない、冗談じゃない、もう、うん、ふざけたことやってんじゃねえわと、パーピン切りとなるともうこれはやっぱり剣の現物切ったなりますよねそうなりますよね、いや確かにもはや3風呂してるんで、はい、もう一個の風呂はね、はい、裸短期になるんでね、はいはいはい、まあまあ
なんていうのかな、県もさすがにそこまで望んでないはずなんで、はいはいはい、泣かれるんじゃなくて、うん、まあ、次に声かかるんなら、まあ、論の場合はね、まあ、あるけれども、うんうんうん、まあ、それも県の場合はちょっと少なめなんで、はいはい、ある程度切ってもいいんですけどね、うん、あ、なるほど、うん、園田さんの場合日常茶飯事なんで、これでテンパってることは、うんうん、割と少ない、割と少ない、うん、むしろね、はい、さあ皆さん何切りますか、どうしますかって考えさせておいて、うん、でそのうちに自分の手が、ね、まあ、進むのを待つというね、はいはいはい、そういうパターンが多いんですけ ど、かといって、はい、この近藤誠一の手配ね、うん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 、どうやったら上がれるんですかね、でしょ、手が悪すぎる、そういくらなんでもね、ここからは間違ってロンって言われる牌を切るわけにいかないんで、はい、そうですよね、それはもうパピン、これ手が良かったら、ね、良かったらもう全部切ります、もう無視して、うん、無視してとりあえず自敗片っ端、はい、あとね、そうか、南中発は一応1枚切れなんで、まあ多少は安全牌気味にね、うんうん、1杯2杯残しながら進めたいけど、うんうんうん、まあとりあえず自敗1杯ぐらい切って、なるほど、まあ手が良かったら、うん、多分3つも抱えてないでしょうしね、そうです、うんうん、まあもう無視していってやると、うん、無視していっちゃう、はい、どうせ張ってないでしょうと、うん、どうせ張ってない、うんうんうん、やっぱこの手なんでもういけないですよね、うん、いけない、これはいけない、いくらなの、だって 1,2,3 数シャン点ですよこれ冗談でしょ、数シャン点っていうことはつまり、まあ、ゼロメンツか、まあ、そう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 、全然ってことです ね全然、はい、はい、まあ、なのでそっか、結局じゃあもう、うん、園田さんがね、そしてね、4センチになった時のがこのパーピン切りなんですけど、うん、はい、その後、うん、ドラのチーピンも手出しで、うん、完した後にチーソが余って、うん、そろそろ張ってるかなって思うんですけど、うん、そうですね、あでも白がまだ余ってきて、うん、で、うん、もう一個完して、うん、さらにトーンが余って、ね、いい気なもんですよね、でこれ配定積もなんですよこれ2244なんで、これトン切りの時に貼ったんっていうのが皆さん分かるじゃないですか、うん、どういう心境なんですか、えやられたわ、やられたわこれ僕だったらもう熱いなと思って、うん、もう厚かましく3つさっさと仕掛けてバラバラでドラチーソー吐くトンと余って最後にテンパった人が配定積もハネマン、まあね、こういう進行するとこういうこともあるっていうね、はい、いい例ですよね、あ、うん、もちろん仕掛けの、うん、そうそう、これで逆に本手の人にね踏み込まれることもあるんで、そうですね、うん、そこはやっぱり県の立場からすると、うんうんうん、ちゃんと見極めてね、はい、うん、ここは引くぞとか、うんうんうん、いうことも考えながら当然やってるでしょうけどね、うんうんうん、この曲に関しては本当にもうほぼ独壇場になったんで、うん、まあね、北総エンデルのは園田健ただ一人、ねね、そういう状況、その北総エンデルのもイメージできて、うん、キーってなりません、うん、これキーって ねあとね、後から見返しましたけど、はい、惜しいのがね、トムをね、朝ピンがポンできるんですよ一応ね、おそうすると配定はずらせる、あところがね、残念なことに朝ピンの手の中にトーンをポンした後の完全安全牌ないんですよこれ、あだからポンしなかったんだと思いますけど、なるほど、さすがに安全牌あったらね、朝ピンも入ってずらすと思うんで、うんうんうん、結局これ本一だけじゃなくてね、トイトイもあるんで、そうですね、ちょっとね安全牌厳しいんですよこれ、うんうんうん、トイトイケアだと、うん、結構何が当たってもおかしくないと、そうそうそう、ね、それこそ3枚目のチューンだってね、うん、短期で当たることもあるんで、うんうん、あ、まあ、そうですね、チュンとかリャンマンですら短期待ちの可能性があって、そうそうそう、うん、トン短期から変えたっていう可能性ありますよね、うん、ありますからね、うん、最後上がりやすい方とか、確かにね、うん、はい、あとはそうですね、はい、そんな感じでこれかなり不運なハネマン積もられで、うんうん、3000点失点して続いたトン4局ですね、はい、こちら誠一さん、親を迎えました、うんうん、はい、まあまあいい手じゃないですか、一面ず完成、うん、パーワンから行って、うん、これね常識的にはピンフイーペーコードラとかね、うん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 、そういうのを目指したいんですけど、はい、一応ねピンズの3トイツで、うん、自敗4枚あるんで、はい、もう一杯重なったら名本チートイリアンシャンテンっていうのを考慮してパーワンからです、ね、なるほど、チーワン引いての6球はまあまあまあもういりませんよっていう、それよりもシャーペー初チンあたり重ねる方が、はい、そっちの方が魅力的、はい、これですね、そうですね、大きく打つと、大きく、はい、
さあするとウーピン引き、うん、これでもあまだ保留、あまだ保留です、保留、うん、そうそうそう保留ですこれはね、うんうんうん、ピンフリーペーコー結局ね、まあパワー切った時点では、うん、あのほぼほぼそのカンパーピンに頼らざるを得ない、うん、そういう手格好じゃないですかまだね、うんうん、だけど、はい、ウーピン引いたことによって逆に、うんうん、あのローピン引いてもねメンズができる形になったんで、うんうん、あのなんていうかなちょっとピンフに行きやすくなったっていう認識もあるんで、うん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 、ここは一旦シャアにしました、ね、なるほどなるほど、はいうんうん、さあ続いては、うん、もう一回ウーピンまたウーピンですか、はい、みたいなねこれで4トイツね、メンホンチートリアンシャンテンになりました、うん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 、自敗は重なってませんけどね、はいはい、それでやっぱりねカンパーピンに頼るよりは、はい、例えばメンホンチートリならね、うん、あの場合によってはパーピン切っていくこともできるしそうです、ね、あとは仕掛けて本一とか陳一とかをね、はいはい、あの見たかったということですけど、うんうんうん、ただ、うんはいうん、そうそう、うん、でまあ、 あの一応ねドラそばの数万は後回しにして、うんうん、嘘を先に切ったとそういうことですね3万赤ウは持ってきたらまた、うん、そこはまあその時に考えますよ、はい、なるほど、うんまあ、メンホンチートイが一番リアンシャンテンで早いですもんね。そうなんですね。二巡後にね、転敗の可能性もありますしね。うんうん、はい。で、ただここで、パーピン1枚見せられて。あ、これですね。はい。はい、で、ウーピン切られました。はいはい。で、まあ、メンホンチートイもリアンシャンテンではありますけど、うんうん、まあ、うまくね、転敗ささっとして、言ってくれればいいですけど、うんうんうん、やっぱりねそのスピード感としてはちょっと遅めじゃないですか、うん、チートイツってそうなんですよ、ね、メンホンチートイできたら高いんですけど、うん、まあなかなかできないですよねそうそうで周りの人もねそれほど警戒してくれないし、はい、逆にねなんかやってるよと思ったら遅いの、はいね、無視されがちなんで、はい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 、でやっぱ親だからチートイツは、うん、あのちょっと避けて、はい、でここはウーピンをポンすると、はい、まあ馬強的にもね、うん、あの3ピンや特にチーピンの方うんね、すんなりもう一個ポンできるかもしれないっていうね、はいはいまあ、そういう認識もあったんでなるほど、うん、9ピンなんかも割とねだから3つとももうなんかポンしやすいんじゃないかっていう認識があったんでほうほうほうウーピンから仕掛けていきましたね、はい、この仕掛けがねかなりうまくいったんですよね、うん、全然あの本一のみとかの可能性も秘めてたと思うんですけど、はいそうですね、結果はもうかなり最上級の、うんうん、この9ピンポンなんかも結構おしゃれで、ね、はいおしゃれ、うんいい響きですねいや本当にイーシャンテンなんですよ、うん、気づいたら一瞬でチーンツイーシャンテンで、はいうんね、あ、うん、イースーピンリャンピンとカンパーピンだなって思ってたら、うんうん、この9ピンポンって、うん、よく考えたら、うん、絶対した方がいいですよねいいですよねね、うん、めちゃくちゃ手広くなったんですよそう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 なんですよもうピンズ多分ウーピン以外何引いてもチーンツテンパになる、うん、ですねうん、うんのでうん、ウーピン引いたらカンしましょうかねそうですねじゃあもうピンズ全部有効派です ね, ねはいはいこれがね本当にうまくいって、うん、いや結構僕このウーピンポンからあの順目でウーピンポンから入る誠一さんってあんまり印象になかったんですけど あこういう引き出しもあるんだなと思って、うんはい、まあ一応ね、通常運転は面前寄りですけど、はい本一のね、打点ありの仕掛けは、うんうん、まあそれ、うん、そこそこ好きですからね、はいはいはい、結構やりますよなるほど、うん、さあもうねあとは上がるだけ、うん、トイトイに変わってから上がってもいいよっていう感じなんですけど、うんすね、これ滝沢さんがドラやめてもうねえ切ってきたなと思ったらポンだって俺トイトイかもしんないよダッキーって言いたかったねこれはもう一気にバガに詰まりましたよね、うん、そうだねゲンがポンしちゃって、うん、まあやばいねえこいつはやばいよみたいなこれ下茶のドラポンが当然やばいけど、うん、これってタッキーもやばいそっちもなんですよね、うん、でこっちは確かに、ねうん、1万2000のテンパ入ってるけど、はい、街が良くないしそうですねなんかいろいろ怖いしさあそしてこのトンなんですよ ね問題はこのトンねだ剣がこのトンもうや、はい、あの薬杯で上がるとしたらもうトンしか残ってないやつなんではいまあ相当やばい、まあ、トイトイだったら助かるとかね、はい、トンがあんこだったら助かるとかそういうレベルの話ですね、はい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 、まあいやこれ普通は切るもうあのピンズ以外はノータイムで切ると思うんですけど、うん、視聴あ見てたらあトン掴んだ生産掴んだ打つわって思って見てたら、うん、考えたじゃないですか、うん、結構考えましたねいやこれか考えれるのがすごいなと思って、うん、いやまあだってもう役がだってトイトイじゃなかったらトンしかないんだもんこの人あ結構クイタンっぽくない
っていう感じなんですかね。そう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 。あ、そうそうそう。まあもちろんね、クイタンのケースもあるんだけど、確かにね、チュンちゃんパイが割と余ってて、そうか、タッキーはスッチーピンだったんだな、これな。藤沢さんもめちゃくちゃいい手ですね。まあこのトーンは打ってもしょうがないですよね。まあね、僕からしたら全然しょうがないし、ついてないなって思うところなんですけど、まあね、通る場合もあるだろうしね、はい、やっぱ親満天杯ですからね、しかも順面もこれあともう1回ぐらい回ってくるのかな、もう 1,2 周ですか ね、うんね、うん、だからね、上がれる可能性もあるし、はい、ね、天杯連チャンの可能性もあるし、そうですね、はい、うん、まあ勝負したかったんだよな、これはきつかったですよね、うん、そうやって展望またちょっと減らして、うん、この失点でもね、だいぶ痛かったですけどね、この全体のこの展望状況を考えるとね、はい、結局園田さんがまた浮上して、そうそう、復活させちゃってるんで、南三局でこの展望状況なんですよ、うん、平ためね、うん、まあ誠一さん2着なんでね、うん、この局上がってオーラス迎えるとだいぶ連帯率は高い、うん、そうそう、そうですね、うん、ところでまあ、うん、親はね多分もうラス金さんの三茶目なんで全力で上がるでしょうし、はいはい、難一泣きして来られて、うん、まあ誠一さんは手なりで、手なりというか少し 高めの、うんうん、手役も見ながら単品系を狙いながら、 うん、うまくね、うん、単品一平行含みのイーシャンテン、はい、あっさりたどり着きました、うん、もう G1 をズバッと引いてリーチ、うん、リアムパーピンとか引いてもリーチですよね、はい、うん、そこそこの打点もあるイーシャンテンにね、うん、しっかりたどり着いて、うん、さあさあさあと思ってたところでね、うん、あっさり親がもう、いやいやいや、親がリーチも入るけど、いやいや、親があっさり4戦オール、ね、きついっすね、きついですね、これやられましたわ、きついっすよね、うん、もうなんかしょうがないのばっかりで3茶まで落ちるんですよね、うん、トンパツで一通の一番に下がってから、うん、まあね、この曲はね、朝ピンがねやっぱりさすがでね、はい、パースを振り込まないですよね、おー、うん、でこのパースをねちょっと気抜いたら振り込みますよ、これ朝ピンとりあえず手なりで、うん、親の神茶で、あ、この辺ですかね、うん、そうそう、確かに、まあね、確かにドラ9層なんで、はい、パー層だとね、カンパ層でドラ周りなんですけど、この辺ですね、うん、ほんほんほん、確かにチューンは3枚切り安全牌で残しとして、うん、残して、まあ、パス層ぐらいふわっと、うん、ふわっとね打ちそうですよね、うん、そうそう、それが当たるんですね、うん、ね、当たるんです、これ止めてるんですね、これは確かに相当すごいですね、まあ、ちなみに近藤誠一その順にドラ切ってますけどね、確かに朝ピンからしたらお前気狂ってんのかってやつ、確かになるほど、誠一さん打つんだと、うん、僕は打たないけどねと、まあただね、一応自己弁護すると、はい、勝負手だったんだ、ね、あ、そうそう、ね、全然立場は違いますよ、うん、朝ピントップ目ですからね、朝ピンもそうそう、トップ目で、うん、でまあ高打点は狙えるけどシャンテン数がちょっとね、うん、もうちょいっていうところだったんで、はい、はいはい、なるほど、はい、そんなこともありまして、まあ、厳しい4戦ほど積もられて、ね、ちょっとね、時間が押してるんですけど、先生、ちょっと1時回っても大丈夫ですか、はい、あ、個人的には大丈夫です。大丈夫ですか、すいません、ちょっと白熱しておりまして、あと、喋りすぎましたか、いやいや、すいません、視聴者の方もお昼休み見ていただいてる方、はい、多分1時過ぎると厳しいかもしれないですけど、すいません、ちょっと延長させていただこうと思います。喋りながらですいません。いやー、そんな半ちゃんの、うん、あ、今の滝沢さんの4戦オールで南三局一本馬、はいはいはい、まあ、まだ 21,600 点あるんで、うん、まあ、とはいえね、もはやこれラス争いに突入 し始めてますね、し始めてますね、うん、うん、まずいですね、ね、剣が8000って言ったらその時点でラスですからね、そうですね、もうお尻に火がついた、うん、あ、お尻、あっちっちです、あ、はい、お尻火がついた、はい、火がついた、これじゃあダブナンドイツなんで、もう何としても上がりたい、うんうん、そうそう、これダブナンドライチでね、はいはい、うん、テンパネでもしてくれればっていうぐらいの感じです、ね、うん、なるほど、出たら泣くんですかね、ナンは、ね、これ泣きますね、うんうんうん、はい、泣いても満眼見えますから、うん、ドラの数ピンそうそうそうなんですよ、フィンズがね後継なんで、うん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 、じゃあただダブナンが出ずに、うん、一回テンパイも外すんですよね、
ここで転廃しましたと、はい、うん、まあ、ただこんなのはもうリーチしてる政治さん僕見たことないんで、うん、当然の、うん、外しますね、外しますよね、うん、大きく打って、うん、はい、リーチ赤市のね、カンチャンではいけないと、うん、ピンズの変化がやっぱ、うん、数ピンビチとかが理想大きいですからね、うんうん、はい、さあそんなこんなでうまくね、総相撲中膨れの3445、うん、あの後継ができやすい形でした、はい、で、いよ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 待望の両面天杯入りました。これがね、天杯入ってるんだけど、あら嬉しくないですか？あんま嬉しくなかったね。あ、そうなんですね。そもそも難は誰が持ってんのって思ってるし、はいはい、ね、だってこれもう難泣けたらもう天パネで、ね、うん、ダブナンドライチで5200あるでしょ。あ、なるほど、この状態でもうダブナンは泣いて、うん、そうそうそう、はい、ウーパーピン待ちのべたんで難だけは泣くつもりがあったんでね、うんうんうん、であと問題は、はい、この曲あの放送ではね、はい、ちょっとそこまで分からなかったかもしれないんですけど、はい、打ってる、まあ、少なくとも近藤誠一本人は、はい、タッキーが怖い怖い、あ、そうなんですか、ものすごい怖かったの、いやもうこれタッキー今やばいわ、これやばいわ、振り込んだらもう死亡するわと思って、感じてたんですね、やばかったの。いや見てる分には全然、うんね、そういうのって、うん、あの伝わらないものなんですけど、うん、対局者は感じるっていうのがありますよね、うん、で、割とね他の人もそれなりの牌を切っているんで、はい、うん、あの結構街も絞られ始めていて、うんうん、で数層ってねかなりやばいやつなんですよ、うん、だからそれも含めてね、はい、あの9ピン引いたところでね一応ちょっと待てよとはなったんです、うん、なるほど、しかもスッチピンがそんなに良さそうにも見えない、チーピン1枚すでに切られて自分も1枚持ってるし、うん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 、ね、うん、かだからそうそう、でちなみに、うん、パーピン9ピンはタッキーの現物です、そうですね、だからここでなんかねちょっと自分の中ではねこれだからあのみんな仕方がないよって言ってくれるんですけど、はいはい、自分の中ではこれ失策なんですよこれ、へえ、うん、いや確かにこの局面ちょっと考えてましたもんね、うん、多分ねそういう理由があったんですね、これ最近なちょっと弱ってるじゃないですか心が最近直近の試合は、うん、これ確かサンラスの後のそうそう、はい、弱ってなければ ね、はい、こんなの普通にね、はい、あのパーピンキューピン切るんですよ、あ、普通にパーピンキューピン切るんですね、はいはいはい、ここは通常なだけどそれができなかったっていうやつですね、はい、あ、なるほど、でもちろんね振り込むにしてもね例えばこれキューピンつもぎるとするじゃないですか、はい、でそこで何が打ち出された場合はさすがにそれ何本して裾切るんですよ、あ、数値ピンに比べて上がりやすそうに見えるんですね、上がりやすそうに見えるんで、なるほど、そっちは勝負に出るんですけど、うんうんうん、でもそれってね自分の中では、うん、そっちで振り込むのは許せるんですけど、うん、この数値ピンの天敗でしかもこれね、はいはい、あのチーピンでロンで上がったら3200しかないんですよ、そうですね、全然見合わない、うん、あ、なるほど、でもねそこに魔が差したのは、はい、いや数ピン積もったら2000、4000じゃんって思っちゃう、いやそうですよ、それ普通の人はそう考えますよ、うん、だけどこの捨て牌見てくださいこれ、はい、数ピンとか残ってますかこれ大体、なるほどね、っていうのもやっぱりねドラですからね、ちゃんとしてる時ならちゃんとね、うん、受け入れられるんだけど、なるほどなるほど、なんかこう願望寄りの選択になってしまって、うんうん、まあ、確かにその立沢さんの気配、例えば3品がもう早いとかですよね、一つヒントになるとしたら、あれ、うん、なんかもうドラ周りが形決まってるのかなってなったり、うんうん、そうそうそう怖いですよね、うん、あとやっぱり両層が早いから、うん、その打ち筋の右層を持ってて、うん、右層周りが待ちになってることが多いと、うん、相当やばいやつ、まあ、今言われてなんか僕なりに今ちょっと理屈つけてみましたけど、うんうん、まあ、でもまあね、これ数層切りリーチ、いやだからその辺は、うん、あの例えばね、はい、同じ力量の人でも、はい、見てる時と打ってる時で、はい、あの違うと思うんですよね、はい、うん、そういうことだと思うんですけど、はいはいはい、うんうん、いやーこれがね親の玉天に補充になるんですよね、うん、12000、うん、いやこれはしょうがない不幸ですよね、うん、本当に。でもご本人は、うん、もうなんすかあのキレキレの時は止まる可能性がある、うん、いやそれはすごいですね、これ止めてたらもうね、うん、まあ ね、 神でしたね、こういうのを振り込んでるようではねちょっと心もとない、さあじゃあそういうね、うん、もうしょんぼりとした気持ちで迎えた、うん、
オーラス、うん、もうあとはねもう神様に祈るのみ祈るのみもう俺本当あんな振り込んでごめんなさいとも思いながら、いやこのハンちゃん、うん、あのトン曲のハネマンスタートから、うん、こんな辛いことがあるのかと思って ね、もう見てたんですけど、うん、最近ハンちゃんにあの 1、はい、1試合に一発はなんかねポコッと上がれるんですよ、はい、それはまだ救われてるんですけど、はいはい、その2発目がね全然来ないんです、あ、まあやっぱ周りも強いからですから ね、なかなか続かないんですよ、うん、はいはい、もうこの親に勝ちるって感じですね、うん、でまあ結構いい手来たんですよね、オーラス、いいですよね、はい、期待が持てるやつ、ね、はいはいはい、ダンピンドライチって、ね、確かに確かに、うん、これ多分多くの人は僕もそうなんです、うん、早くリーチしたい、あ、まあまあね、早くリーチしたい、ね、とにかくね、うん、リーチいつも赤に加えてピンフとかタンヤオとか裏とか何かいろいろ絡めてしたいなって思う、うん、早くリーチしたいなって、うん、もう僕感情移入して、うん、早くリーチ早くリーチって思ってたんですけど、うんうん、びっくりしたのが、うん、ここなんですよね、うん、これ今イーシャン、よしイーシャンテになった、うん、3層2枚出てるのちょっと嫌だけど、うん、まあまあ3層引いたらもうピンフ赤だし、うん、リーチだし、うん、もうドラ切るなって思ったんですよ、うん、これすごくないっすかまあまあね、はい、うん、焦りとかないんですね、いや、あの3層2枚見せられたことに対する焦りはちょっとありましたよ、あ、そっち、うんうん、だからいやだから切ればいいじゃんって思ったんです、ね、あいやイーシャンテンを崩す余裕、うんうん、リャンシャンテンに戻す余裕っていうかね、だから自分の中ではあのもう 3とか7とかってまあ使われることが多いじゃないですか、はい、そうですね、それをね序盤で2枚も見せられたらもう残ってないんじゃないのってなるほど、いや、まあ、もちろん残ってる場合あるんですけど、うん、言ってることは分かるんですけど、うん、あとね、はい、微妙にこの手配ね、はい、リャンスを切ったことによって、はい、どうですか、しごろの3色見えませんか、ね、ありますね、しごろしごろ見てるんですね、そう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 、もうこれこれですよ、大きく打つ、ね、ちょっと気が狂ってるかもしれないこれすごいですよね、うん、いやもうこの心が強いんだなと思って、うん、多分ほとんどの人は焦ってもうイーシャンテンはとりあえず取ると思う、焦ってというかそっちが普通かなとまで思うんですけど、まあ、スピードをね優先するっていうことだと思いますけど、うんうん、いやこれはもう このしかもこのハンちゃんのここまでのドラマ、羽間上がってからの、はい、もう落ち込みをも加えて考えると、うんうん、いや本当に心が強いんだなと思って、うん、結局初止めたのがどう作用したかはちょっとわからないんですけど、まあ、これはさすがにもう初切りですよね、そうですね、はい、くっつきのイーシャンテンなんで、うん、いよいよ、うん、いよいよもうリーチいい寸前、仕掛けも入りますけどね、これで、うん、そうそう、なんならちょっとあの時数層切ったことをね、ああしごろそうそう、あって思った、嘘引いた時にあって思った、ああ、うん、こうさすがにあのマンズが後継になってるんではいはい、はい、これはいくらなんでも数層切りますけどね、これで日頃の3色になるパターンってまあ少ないですよね、うんうん、ただねどうしても3色にしたい時とかだとどうですか、はいはい、例えばここで初を切るでもなくはないかなっていう気がします、チーソーはいくらなんでもやりすぎだと思いますけど、やりすぎですね、はい、数速か初の2択ですね、うん、そうですね、ここはね、うん、まあ、それだと日頃っていうよりは、うんね、なんか初重なりとかもこう合わせてないんですよね、うん、誰も1枚出て初重ねた打点の方が良さそうな気もしますよね、はい、これがしっかりとね、仕掛けも受けますけど、うん、嬉しかったですね、いや良かったわ、もうこれはもう見てる人みんな立ち上がったと思いますよ、来たと思って、いやしかもね結果これウーピンローピンでね、あの2面待ちとはいえそんなになんか良さそうな2面待ちでもないじゃないですか、ちょっとね、金図がちょっとそうそう、ね、あんま出てないかはですね、うん、だって20面にランピン切ってる人とかさ、20面に9ピン切ってる人とかさ、はいはいはい、そういうのを見るとやっぱりウーピンローピンってちょっとどうなのって思いながら見てましたけど、でもまあもうこれ以上はねさすがにもうどうしようもないというか待てないっていうかね、うんうんうん、朝倉のね、はい、仕掛けも入ってるし、はいはい、もうこのままほっとくわけにもいかない、確かに、ね、まあ普通にリーチしましたけど、はいはい、そうですね、うん、このリーチね間に合ったんですよ、これ朝ピン天杯取れてたんですけど、あ、はい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 、はい、で滝沢さんのランがもう出そうだったんですよね、そうか、なるほどね、いや危なかったわ、いや本当これリーチ間に合いましたよ、あよかった、ね、これやっぱり
うん、ウーワンギリリーチに対する諸引っかけの筋のリャンマンしっかりおりますよね、うん、そうですね、蕎麦店なんで十分あり得る街なん で、うん、 そ、 うですね、それでねこのナン、いやーよかったわ、よかったっす ね、 ね、いやこのね大きく打つっていうのが、うん、次のハンチャンでもまた出てきたんですよ、うん、これね1月15日の2試合目です ね、 はい、2試合目トン2局、うん、今日たくさん用意してくれたんですね。これ最後です、はい、これもねこんな苦しい週だったのに三茶三茶なの中にも誠一さんの素晴らしさがあったんで、これねチーム最下位ですよ、うん、マイナス300ぐらいあって、うん、もうね後がないな、うん、焦ってるだろうなって思って見てたら、うん、大きく打つんですよただのバカかもしれないですけど、いや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 、これはすごいですよ、これもさっきのねオーラスと似てるんですけど、うん、ドラの白ね持ってきて、うん、トンか白か数素か数ワンか、うん、どれかなと思って見てたら、うん、数ワン、うん、まあ、トンはね割と一般的な気もしますけどね、うん、安全牌っぽいので残す人もまあいるんでしょうけど、うんうんうん、それを考えなければまあトンでいいかなっていう場面ですけどね、うんうん、なるほど、うん、であとはだからこれ結局数ワンを切ったのは、はい、あの本一はさすがにもう見切ろうと思ったってことですね、ここでね、はははあの本一ではなくまずは一通だけにして、うん、で6球ピンを生かしてと、うんうん、でそうすると結局一通にしようと思ったら、はい、あの数ワンが一番頭になりにくい牌、あ、なるほど、ね、そういう意味で数ワン切りですね、はい、なるほど、あとはまああわよくば数ワン早めに切ったんで、うん、あの最後ペン3ワンが残ったら、はい、どなたか切っていただけませんか、なるほど、うんうん、そういうことですね、確かに、うん、これ将来ペン3ワン待ちになると美味しい、うん、まあ、メリットもあって、まあ、ちょっといいかなっていうぐらいですね、うんうん、なるほど、まあまだ数ワンね、うん、分かるんですけど、でぶっちゃけあの一通が崩れるぐらいなら本一にしたいっていうのがあるんで、はい、うん、あー、そうなんですね、だからあの一通でも数ワン切ると一通が固定できるんで切ったっていうことですね、結構こうこの数は残して、うん、まあ最悪、はい、数層にくっついて、はい、あの E1 リアマ落として免品赤とかでも全然いいっていう考えもあると思うんですけど、うん、あると思いますけど、まあ、そこはちょっと避けたいところですかね、うん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 、うちの商店にはあんまり置いてない商品、いやここなんですよこれねこれ、はい、もういや僕その今の思考を聞いてないんで、うん、まあ、数ワン切りはまあメリットもあって分かる、うん、もう、うん、もうこれで、うん、トン、ハク、パスト3択だなと思ってたら、うん、まさかの想定外の打敗だったんですよね、うんうん、数層これはすごいなと、うん、だからもはやあの、はい、ソースでメンツを作る気がないっていうことですね、これね、そうですよね、うん、あの当然ね両面とか作るならパーソナリー数層残した方がいいですけど、はいはい、いや本当にそれがいらないと、はい、で、あとは、はい、あの安全度が多少パーソンの方が高めなので、はい、パーソン残してます、はい、それと、はい、頭の出来やすさから言ってもパーソン1枚見えてますけど、うんうん、はい、あの急走や地層のねあの、うんうん、割と早めの切りからすると、はい、パーソーの方が、はい、数層よりも頭になりやすいのではなかろうか、まあ、というふうに、確かに、うん、考えて、それはそうですね、ですね、はい、けどこれやっぱりまだ、ピンフ赤のコース潰しも残しときたいなって、ね、人は思うと思うんですよ、うん、いや、まあ、あのむしろそれが正論かもしれませんけど、ね、うん、かもしれない、はい、うん、赤いなんでね、はい、うん、でも誠一さんはこうやって打つ、まあそうですね、こっちの方が趣味に合ってる感じですね、いやこれね、どういう心を持ってるんだろう鋼のメンタルというか、いやいやいや焦ってないんだなと思って通常通り打って、うん、まあ、結局あの仕掛けも入れられるんですけど、うん、はい、リーチも受けるんですけど、リーチ受けましたね、はい、まあ、がしっかり上がる、このね白を切る時にね、はい、これ3万引いてね、はいはい、あのイーシャンテンになったところでハックを打ち出してるんですけど、これ実はあのこれも映像では分からなかったかもしれないんですけど、はい、手震えながら切ってるんですよ、あのすんなりスパッて 切れてない、あ、こういうところにもやっぱりちょっと弱ってるところが出ててね、はい、あの実は M リーグの、はい、自分の最初の出番の日に、はい、リーチの一発にリャンシャンテンからドラのシャーをシャーチャの一発の、うん、の
に対して切ってるんですけど、あの時はねスパーンって切れてるんですよ。でこの白はもう国に合ってる、怖い怖い怖いってあそうだったんですね。人の心を持ってたんですよ。まだ持ってます持ってます、うん、でも、まあ、結局選択は変わってはないんで、それがまだ救いですけどね、うんはいはい、確かにこれはさすがに白切りますもんね、うん、切りますよね、いくらなんでもね、うん、いくらなんでも、もちろん数層を切ってるんでね、はい、赤ウソをね振り点を避けるために切るケースもあるかもしれませんけど、そういう人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、うん、だけどさすがにっていう感じですよね、うんうん、これでも別にね振り点含みなだけで、うん、そうなんですよ、地位層引きの観浪層でもまあ一致だ し、うん、そうそう、うん、数層を引き戻したらね、うん、それこそいい町だし、うん、いい町だし白切りますよね、切りますよね、はい、はい、切りました、切って怖かったですけどね、うんうん、まあ白ね被っちゃうんですけど、うん、まあこれ結果論だけで言うと ね、 結果論でね、これ白捉えてたらそう見てもうビビりましたわ、はい、白捉えてると当然、うん、パーピン切り率そう、まあ、テンパイ、うん、はい、両面にしますよ、そうですよね、宝珠でしたね、うん、それ打ってる時は分かんないんで、うん、ちょっと一応ねそういう風に願ってました、あ、うん、なるほど、これ白かぶって、うん、一見痛いけど、うんうん、もうパーピンが当たりだったらめっちゃついてるとか思いながら、うんうんうん、なるほどなるほど、うん、はいはい、さあね、いや来ましたわ、パーピン3枚になりましたわ、ね、何ですかこれみたいな、ね、くっつきじゃなくて、はい、パーピンもう一個引きました、まさかの初めで、ね、はい、現物待ちなんでね、うん、確実に、うん、これリーチすると、はい、絶対に脇から出ないですもんね、そうなんですよね、あ、これそうだ、やっぱりアキちゃんキューピンもう一個持ってんじゃん、はあはあはあ、ね、あのね、だからこれね後からこの曲に関してはだいぶ自分なりに精査しましたよ、はい、うん、もしかしたら自分の心が弱ってるからリーチが打てなかったんじゃないかっていう風にね、はあはあ、だけど結論としてはいやいや、弱ってなくても多分ここはリーチ打たないやつだなっていう風になったんで、はあはあはあ、まあ良かったんですけ ど、 ど、はいはい、要するに前順そのね、アキさんがキューピン切ってて、うん、でなんとなく雰囲気的にこれもう一枚出てきそうな感があったんで、さすがにこれは闇天にね、赤ウソを切ったから、うん、余計警戒されるとは言うものの、うんうん、そもそも近藤誠一って、うん、リャンシャン天からドラを切ってくる人だから、はい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 、白がリャンシャン天で、うんうん、ウソがまだイーシャン天かもしれないっていう風に思ってもらえれば、うんうん、もしかしたら誰かね、うん、現物であるロッキーピン切ってくれるかもしれないっていうのがあって、まあ、うん、リーチは しなかったんですけど、そうですね、うん、脇からの出上がりなくはないですから、リーチだともう絶対 100% 出ないけど、ダマだとまだね、大きな確率じゃないですけど、ね、そう、正直こういう場面で、はい、近藤誠一ね、リーチの現物のテンパイの時に、はい、いつでもリーチするわけじゃないですよっていうのを見ておいてほしいわけですよ、見せとくのも大事ですね、それによって次から、はいはい、リーチにねちょっと押し始めた時に、はいはい、もしかしたらもうテンパってるかもしれないとか思ってもらえたらいいかなみたいな、確かに確かに確かにそういうのもありますよね、確かに、はい、一本調子にならないという、うん、そう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 、はい、いろんなねバリエーションありますよっていう、ね、固定メンツでやる時はそういうのも大事ですからね、うん、大事ですよね、うん、21人でやってますからね、うん、そうそう、初対面の人だとね、はい、意味ないですけどね、はいはいはい、そうですね、うん、いやこの曲ね、いや僕見ててドラの拍を切らない効果が如実に出てたんですよ、うん、これね、アキさんの手配なんですけど、まあ園田さんの初ポンがあるぐらいで、うん、そんなに、まあ、拍普通に拍切るなって思って見てたら、うんね、いい手ですよねこれ、うん、リャンペーコーも見えて、うん、まあもうテンパイチャンスめちゃくちゃ手広いんです拍切れば、うんうん、まあ、ただやっぱりアチさんね、もうチームがポイントめちゃくちゃ持ってて、うん、ありますからね、まあ無理しなくてもいいよと、うんうんうん、白切らないんですけど、まあ、それに白が重なってのね、チートイドラドラっていうのもありますし、ね、うん、そうですね、うん、まあこれやっぱ首位チームの余裕ですよ ね、うん、余裕ですよね、無理しなくてもいいよと、うん、まあそれが結果たまたまね、これ多分ね白切ってたら、うん、ここでもうサブローピンリーチになるんですよ、ね、そうですね、いやこうまずこの効果があって、うん、誠司さんがね白を切っててもおかしく、うん、もうここなんですよ、ここで白切ってたら、うん、多分アキさんも白切るんか、うん、なるほど、白切るんですよ、うん、まあ、初と白の順番は分からないですけど、はい、一巡前後するかもしれないですけど、うん、多分一緒の形、うんうんうん、どうかな、はい、で結果ねアキさんのサブローピンリーチだった場合には、うん、どうなってるのかな、まあいいかそれは、タッキーが掴むとかそういうやつかな、タッキーじゃないわ、バッシーか、バッシータッキーいなかったバッシーだったバッシーとタッキー間違えましたね今、うん、
ここでリーチでタッキーに怒られちゃうなそれは。そうです多分その剣さんがリーチ受けてここでチーソー切り転廃、はいはいうん、そうね、リャンピンじゃなくてね多分チーソーになりそうですよね、うん、これはね、その剣さんがウーソー短期転廃になって、うんうん、その後は変わらない、あ石橋さんのリーチはどうせ来そうですね、うん、追っかけリーチは面単品で追っかけなのかな、うん、あじゃあこのローピンが上がれてた可能性は上がってる可能性はあります、はい、ちょっとね、まあ、今雑に再現したら分かんないですけど、うん、いやそれがこれをいやほんとね、うん、誠一さんすごいっすよ、いやよかったわこれ上がれて本当に、もうこの思考をねちょっと聞きたくて、うん、今日僕うずうずして楽しみにやってきたんですよ、うん、なるほど勉強になりました、いえいえ、はいどうもありがとうございました、先週のスーパープレイでございました、はい、ということでもうお時間だいぶ押しちゃったんです、最後ね、第3のコーナー最終コーナーちょっと10分ほど、はい、10分だけですね、はい、視聴者全員参加ということで、どんとこい質問コーナーというのをやっております、そうなんですよ、はいはい、視聴者の方の質問をねいくつか答えていただければなと思っておりまして、うん、まずメールとコメントとね両方でいくつか10分内でやって、はい、多分ねメールもいくつかいただいてるんで、はい、はい、ではじゃあまず先にメールからいきましょうかね、はい、はい、じゃあまず、はい、メールバドワイザー女性、バドワイザーさん女性の方から、ありがとうございます、メール送っていただいて、おすすめだったり好きなビールやお酒ってありますか、あ好きなビールは、はい、もう銘柄出てくる感じですかねこれね、大丈夫なんですかね、スビアロは多分大丈夫なんです、ね、うん、キリンのラガーが好きですね、あ、はい、ネット M リーグでもおっしゃってましたね、はい、あとはいわゆる第3のビールで、はい、最近飲んでるのは本キリンですね、はい、これもキリンですね、あ、はい、冷蔵庫入ってましたね、はい、はいはい、キリンがやっぱり違うんですね、うん、味はねちょっと苦めですかね、はい、うん、ちょっとキリッとした感じで、はいはいはい、炭酸はまあそれなりぐらいです、はあはあ、スーパードライほどではないけど、はあはあ、うん、もうちょっとピリッとするビール通なのビンビン感じますね違うんですよね、ビール大好きです、ビール苦手な人ってもう何が違うのか分かんないと思うんですけど、そうですね、うん、そもそもちょっと苦いのが苦手とかね、はい、ありますよね、ありますね、お酒はもうかなり飲まれる感じですよね、あ好きですよ、ね、はい、昔はねいろんな種類のお酒飲みましたけど、はい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 、最近はねちょっと飲みすぎ防止のためにビールに絞ってるところもあります、あそうなんですか、ビールの方がお腹膨れるから、そうですね、量減らせるんです、なるほどなんだそれ失敗とかもあったんですかね、うん、そうですね、まあいい年なんでね、多少制御しないと、はい、ああなるほどね、はいはいはい、ありがとうございました、うん、バドワイザーさんでした、ありがとうございます、はい、続きまして M よさん女性の方からいただいております、はい、近藤さんキムさんこんにちは、こんにちは、はい、M ラボいつも楽しく拝見しております、近藤さんに質問です、はい、ネット M リーグの M リーガーの知識のコーナーで、はい、タイプの女性は日中からザンクと麻雀用語でお答えしてましたが、はい、あれめちゃくちゃ笑いました、ありがとうございます、はい、実際のところ何歳から何歳まで落ちていやだから日中からザンクって言ってるじゃないですかそこが実際のところですと、はい、じゃあ26ぐらいか、あ26 引き下げ麻雀用語で、はい、範囲拡大広が26から OK26、 はい、はい、ぜひそのぐらいでいかがでしょう、26ってもダブルスコアじゃないですかそうですねまあそれはだからね、はい、はい、相手方様さえよろしければ、はい、あそうですよね、はい、ありがとうございます、はい、そんな感じでメールもいただいて、コメントとかでもね、うん、はい、マジかってもうコメントわらわらと言ってますよ、マジかってそんなそんなに上も上げてっていうコメントありますよね、上はねどうしましょうね、ちょっと悩ましいところですよね、一本まで42ぐらいまでならってコメントいただいてますけど、あなた誠一さんじゃないですよね誠一さんがどうおっしゃるかは分かんないですよ、はい、その辺はもうご想像でお任せしますと、はい、コメント欄でもね誠一さんへの質問がもしありましたら、うん、お私23だダメかって、あれは23下げますか子供の70分いい判断、どんどん下がる、はい、あります、23、まあね年齢だけじゃなくてそのなんか雰囲気とかもあるじゃないですか、はい、まあそうですよ ね、うん、はい、当然当然、うん、若く見える人とかいろんな別 に、うん、に結局のところ年
なんかあんま関係ないですよね。うん、あんまり関係ないかもしれないですね。かもしれない関係あるかもしれないです、うん、はい。さあ、美人系より可愛い系、もうこれ女性のコメントもめっちゃ増えましたね。これこういう方向で言っても大丈夫なんですかね。これあの今最高位戦の長で日本のトップ21人の一人なんですけど、やめ、ちょっとんどうなんですか、大丈夫じゃないですか、大丈夫ですか、あ、ちょっともう、うん、キリンでも持ってきてもらいましょうか最近はね、どっちかっていうと美人さん系の方がいいかな。 あとはちょっとそのなんていうのかな、はい、美人系って一言で言っちゃうと、はい、あのちょっとなんていうのかな、あのきついイメージもあったりするかもしれないですけど、うんうんうん、とっつきづらいとかね、 どっちかっていうと癒し系が嬉しいですね、うん、はい、ああなるほど、うん、踏み込んでもいいですか僕、はい、麻雀プロで言うととかは踏み込みすぎるんですかこれは。あのタレントさん、あの芸能人の方だとね、うん、春さんって ね、 ね、うん、来ましたけど、うん、麻雀プロだとね、はい、高宮さんとか、あ、うん、そんな感じですよ、うん、それもみんな言うみんな言うね高宮さんはね素敵ですよね、うん、もうあのちょっとほんのりした感じとかね、確かに、うん、いやお人柄とかも込みでもう全ていいですよね、うん、決して一部分だけで高宮さんのことをいいとは言ってないですね、うん、そう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 、はい、さあさあコメントでもねご質問、はい、何かあれば、うん、控え室でのチームメイトの様子は、これって結構ツイッターとかでもね、うん、フェニックスなんか特に流れてますけど、そうですね、いろいろねやってますね、はい、うん、あれやらされてるんですか。やらされてるところもありますね、うん、まあ一応みんなで相談しながら、はい、今日は何する、はい、何するみたいな、なんか楽しみながらやってますけどね、みんなでそう、かなりチームワークもいいんですね、うん、うん、なんか変なこといっぱいさせられてるなと思って、うんあとねマネージャーさんっていう方がいて、はいはいはい、その人が割とね、今日はこんな感じでどうですかみたいな、はい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 、言ってくれるんで、じゃあそれにしましょうかみたいな、はいはい、いやでもあれいいことですよね、うん、あのやっぱりファンの人、僕も昔は誠一さんってなんかもう怖い人なのかなって、マージャン打ってる時の姿がもう、うんうん、凛々しくね、凛として凛々しく決して歯を見せず、うんうん、ねビシバシっていう感じなんで、うんうん、そのイメージ多分持ってる人ももしかしたらいたかもしれないんですけど、うん、あのツイッターとかでのね、あの控え室の様子とかでかなり印象変わったと思うんで、めちゃくちゃいいですよね。まあね、麻雀打ってる時はね、そんなになんかこう、うん、チャラチャラできないっていうかね、もちろんそうなんです、ヘラヘラできないっていうか、もちろんそうなんですよ、うん、麻雀プロの人たちみんなね、卓上では本当にね、うん、そうですね、だからそういう人多いですよね、うんうん、打ってる姿だけ見てちょっと怖そうみたいなね、うんうんうん、そうなんですよ、うん、あります、だけど実はそうではない人結構たくさんいますよね。そうですね、そうなんですよ、うん、本当に誰がどうかは置いといて、はいはい、ネット M リーグとかいい、昨日の小馬郷さんも良かったし、ああ良かったですね、うん、あ見てました、見てます、見てます、ああ、うん、そんな感じで歌めっちゃうまいですね、相変わらずね、いやあれはずるいっすよね、あの顔あのキャラであんな声出るんだっていうね、そうそう反則ですよね、はい、セイさんはカラオケは、カラオケ、まあ、昔はよく行きましたけどね、最近はちょっともうあの、はい、力ない感じで、はいはいはい、あの本当にあの、はい、い1小節2小節ぐらい歌うと疲れ始めるんで、はいはい、それ大体飲んでるからじゃないですか、いやまあ飲んでますけど、はい、うん、おじいちゃんじゃないですか、おじいちゃんのだよ、だからおじいちゃんなんですよいや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 、まあまだまだあと、うん、あと30年はお願いしたいですけど、いいね、まあね、そうそう、いやもう30年ぐらいやりたいですよ、いや本当に本当に、うん、はい、なるほど、さあさあ新たな質問どうですかね、あと5分以内ぐらいなんで、まあ結構あるんですね、結構いただいてますね、うん、コメントでも質問、ニーツ代表のカラオケはどんな感じですかあのねめっちゃ渋い感じで、いやもうあのカッコつけることに命をかけてます、はい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 、あのニーツさんのあの感じでね、うん、カッコよくなくて渋くなかったらもうダメですよね、うんうんはい、もうダメダメです、あれはもう一生かっこよく渋くいてほしいですよね、うんうん、はい、いやーこれ結構質問いただくんでどれ取り上げるか、うんね、悩みますね、うん、このんこういうのと濃いめのやつはどう違うんですか、あ、ね、有料会員の方が濃いコメントで、ね、はい、無料会員の方は薄いコメント、ね、はい、全然どっち取り上げていただいても全然大丈夫ですね、はい、なんか気になるやつありました、
ですね。はい、高陣は新津さん歌ってたかな。どうだ、高陣でそれ新津さんが似てるから、うん、そうそうそう、うん、僕ももう関西出身なんで、うん、高陣さんよく見てたんですけど、あんま東京の人知らない、うんうん、かもしれないですね。かもしれないですけど、やっぱ関西ではもう超有名だけど、はい、ですよね。関西、うん、さんね、兵庫県出身、うん、そうです、僕も兵庫県出身、はい、あ、そうなんですね。そうなんですよ、結構珍しいですよその県さんとかね、うん、あ、県ね、うん、はい、兵庫県出身あんまりいないんですけど、そうか、はい、近藤誠一はジャンネームですか、本名です。おお、本名っぽいですよね。うん、うん、最近の若手の麻雀についてどう思いますか。あのね、若いうちから情報量が多い人がどんどん増えてますね。はいはいはい。だからうちらの若い頃って、うん、その人の麻雀とか見る機会もあんまりなかったし、うん、実際にもう会場まで見に行くとかしないと見れなかったですよね。あとはまあちらほら本が発売されてるぐらいだったんですけど、うん、今はもう放送がすごいじゃないですか、うんうんうん、でそれもだから若い頃から見ることができるんで、うんうんうん、そういう情報量をすごい持ってるなって思います、うんうんうん、昔の自分たちの頃に比べたら、はい、だからまあ末恐ろしい感じですよね、うん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 、そうですね、うん、やっぱり経験値がものを言ってたのに、うん、そうじゃなくなってきつつあるのかなって気にしますね、うんうんうん、20代でめちゃくちゃ強い子とかね、うん、そうそう、だからちらほらいますもんね、うん、でもこれからは結局そういう人たちがどんどん増えていくから、うん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 、そういう人たち同士の戦いになるわけじゃないですか、うんうんうん、ね、そういう中でもさらにその経験値の高い人がやっぱりこう、ね、抜きん出ていくのかなっていう気はしますね、うんうんうん、はい、まあ、まだまだね、あの40代ぐらいからが本当に最強世代、うんうんうん、となってますけど、うん、どうなってくるか楽しみですね、どうなるんでしょうね、はい、そういう年齢もどんどん上がれば上がるほど、うん、さらになんかこうね、新しい世界に入っていけるような気もするし、うん、はいはい、はい、そんな感じです、うん、あと2個だけいきましょうか、うん、ラスト2、うん、結構ね、質問じゃなくても取り上げたいコメントもいっぱいあるんですけどね、うん、一押しの若手プロはいますか。おお、そこいきますか。若手プロってどこから若手プロなんでしょうね。うん、例えば園田健とか若手に入るんですか。確かに僕らの感覚だと全然入らないですけど、やっぱりファンの方からすると、うん、最近出てきたって思っててもおかしくないですよね、園田さんって。うん、そうか、知名度が、ね、うん、もう大昔から実力はね、もうかなり認められてたんですけど、うん、タイトルとかにたまたま恵まれてなかったですよね。うん、そうですよね。決勝戦も、うん、あの最高位決定戦が、うん、去年一昨年が初めてでしたからね。決勝も初めてなんすか、のはずですよ。あ、はい、でもそうかもしれないですよね、うん、あの G1 とかはですよね、うん、でもその研さんは若手、うん、じゃあちょっと違いますかね。ないですよね、20代とか、うん、プロ歴10年以内とかですよね、うん、そうか、無名な方でって、要するに、ね、あのまだタイトル取ったことがないとかそういうことになるんでしょうね。あ、うん、それで言うと言います、うん、いやちょっと分からない、ね、そうですよね、そうなると僕らの、ね、耳に届いてこないですもん ね、まだだって、うん、若くてもタイトル取っちゃってる人とかね、うん、はい、松本義弘とかそうじゃないですか。そうですね、ね、はい、うん、あとはその件よりもうちょっと若いところでも、はい、協会で言えば堀慎吾とかね、あ、いいじゃないですか、ね、まあ、タイトル取ってますけどね、うん、タイトル取ってるんですよね、そうそうそう、そうなんですよ、タイトル取ってる、そういうのがないとなかなか僕らにまで届いてこないですよね、うん、多分強い人いっぱいいるけど、うん、実際決勝残った、うん、タイトル取ったってなると、うん、最高位戦で言えばね、はい、最近ちょっとよく名前が出てくるのは長谷川雷輝くんって、ね、北海道最近出てきましたね。あので、ね、はい、もうすでにタイトル取ってますけど、クラシック、ね、クラシック去年の取りましたね、はい、でそれが、年末にあったあの新規戦って最近始まったやつ、はい、決勝まで行ってましたね。でしかも今回の竜王戦16にも残って、ね、うん、残ってますね。どんだけ勝つんですか。いや本当にすごいですね、まあ、正直年齢わからないんですけど、はい、うん、若そうにも見えますよね。ちょっと若そうは若そうだけどね、30いってないかもしれないですね、うん、ですよね、うん、確かに、うん、よく見ますよ、うん、プロ歴も浅いです、ね、うん、そんなには経ってないと思いますけどね、うんうんうん、北海道のね、うん、どこっつったかな、なんか札幌まで5時間かかるとは言ってました。まあ北海道広いですもんね。そう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 、うん、そうなんですよ、はいはい、うん、
そう長谷川雷一さんが楽しみですね、うんはい、まあもはやタイトルホルダーですけどね、まあそうですね、はい、でもこれから来るかもしれないですね、うんはい、さあじゃああと最後一つぐらい最後どこ行きますか、うん、皆さんコメントで最後誠一さんに聞いておきたいことありましたら、うん、やっぱりプロとかも気になるんですね、うん、気になるプロいますか、ね、とかさっきも M リーグチーム4人目入れると誰にしますかとか結構流れていきましたけど、この質問ねもう毎回来るんですよこの M ラボで、ね、難しいこと聞きますよ ねなので、うん、全然、うん、違うやつで大丈夫ですけどここで答えるなら、はい、簡単ですけどね。ほう。そ答え1人しか見つかりませんけど、はい、ほう4人目の M リーガーでしょ、はいはいはい、誰ですかキムさん お お父さんいやいやありがとうございます そ, うもうそういうことでしょお世辞でも言っていただいてありがとうございます僕なりに頑張りますけど、はい、さあさあ最後の質問、うんあ、ちらほら質問流れてますね。うん。対抗戦の感想ってなんだろう。最高位戦、対抗戦。対抗戦ってなんだろう。本部支部対抗戦のことかな。どうなんでしょうね。どうでしょうね。うん。うん。さあ、じゃあ質問は皆さんちょっと視聴者の考えておいていただくとして、先にちょっと告知などをね、はい、させていただいて、はい、で皆さんのコメントの中で。いい質問あれば最後に取り上げようかなと思います。うんすね、はい、じゃあ告知の方、誠一さんから何かございますかね。はい、今日も皆さんありがとうございます。M リーグもそろそろこう終盤に入ってきまして、うんセガサミフェニックスは、うん残り16試合です。決勝までのやつですね。16試合になってでポジション的にはちょっと厳しいですけどね、うんうん、これからまだまだ頑張りますので、うんぜひご覧いただきたいと思います、うんはい、でその16試合のうち、うんなんと6試合が今週あるんです、うん、明日の火曜日に2試合、はい、木曜日に2試合、はい、金曜日に2試合、はい、今週めちゃくちゃ暑いですね、うん、だからもはや正念場来ましたよ、はいはいはい、来ましたね、うん、ここでねやっぱりある程度勝ってそうっすね、うん、食い込むはい必要がある残り16分の6って聞くと相当重たいですね、うん、結構重いです今週正念場ですもうフェニックス注目ですね、はい、ぜひご覧ください、はい、ぜひ応援をお願いします、はい、ということで、告知の方は以上となりますがさあコメント欄で質問何かありましたかねうん一つどれかマーメイドと天才の好きなところを教えてくださいおおチームメイトの、うん、まあなんか気楽に付き合えるところですかね、うん、2人とも何て言うのかなそんなに気を使わないでいいっていうか、うんうんうん、確かにあの2人ってなんかとっつきやすい、うん、とっつきやすいお二人ですもんね、うんうん、まあ魚谷なんかはね割と分かりやすくね、うんファンの前でも、はい、そんな感じでね皆さんもよく知ってると思います、はいはいうんうん、あの茅森は逆に喋れない時全然喋れない確かに特に馬車打ってる時とかね、はい、なんで、うん、とっつきにくいなって 思われてる節もありますけど第一印象はそうなりがちですよね、うん、実はね喋り出すとめっちゃ喋る、はい、そうなんですよね、はい、そうだから、うん、結構ね控え室なんかもいつも楽しい感じでね、はいはい、ほんのりとはいそれが好きなところでしたはい、はい、ということで質問も以上となりましてはい、本日の M ラボ第4回以上で終了となります、ちょっと1時間半にもなりましたけどあら、まあ、はいすいませんちょっと話が長引きまして長々お付き合いありがとうございましたありがとうございました本当はもうあとね 2,3 時間ビール片手にやりたいんですけどいいですねそれね楽しそうですねまた違う番組で機会があったら、はい、ぜひよろしくお願いします、はい次回 M ラボ第5回放送、うん、来週1月28日になりますゲストは松本義弘さんをお呼びしております。来ましたね。はい、最年少 M リーガー。ね。ね。もうなんか若手のスーパーヒーローですよね、はい、今ね。そうなんですよ。うん、はい、もう協会の星でありね、うん、ねもう M リーガー麻雀界全体のスターが星なんでね、うん。はい、ぜひ来週は松本の楽しみですね。はい、いろんな話聞きたいと思います。まね、まあ、松本義弘ってね、喋りも上手いしね、はい。ちょっともう長くなりそうなんでこの辺で。はい、では手を振ってお別れしましょう。皆さんさようなら。さようなら。杉山チャンネルの動画を見ていただきありがとうございます。麻雀や人狼の動画をほぼ毎日アップしています。チャンネル登録はこちらから。高評価もお願いします。ぜひ見てね。